中学校の英語レッスン9。はい、今日は、今までの復習をしたいと思います。I like my dog. He runs fast. はい、じゃあ、I というのは代名詞の主格、主語になるところですね。誰がというところですね。そこを主格と言います。I だったり、He だったりします。はい、それから like、これは動詞ですね。その後 my、はい、これも代名詞ですが、私、同じ私なのに形が違いますね。私はという主語に来るところは主格の形 I です。私のという誰のものかというね形、これは所有格と呼ばれます。形は my になりますね。私は私の犬が好きです。はい、この次ですね。He は、彼は、これも代名詞主格です。Runs、はい、これは、動詞、ね、動詞のここは S がついています。はい、この S は、三人称単数の S ですね。三人称というのはどういうことかというと、この He は、私、あなた、私たち、あなたたち以外のもの、そして一人、単数ですね。ですから三人称単数の、これは主語です。それからこの文は現在形なので三単元の S がついていますよ。ファーストは副詞です。はい、副詞覚えていますか？早く走るの早くですね。早くは何を説明しているのか、何を詳しく説明しているのかというと、走るという動詞を詳しく説明しています。動詞を詳しく説明するものは副詞でしたね。はい、He runs fast のファーストは副詞、早くという副詞です。その次ですね。We always eat snacks. はい。We は代名詞の主格です。それからその次、always。これも副詞なのですが、頻度を表す副詞。頻度というのはどれぐらいの回数か。Sometimes、時々とか、usually、大抵はとか。ね。そういうのが頻度を表す副詞ですね。はい。私たちはいつも、スナック、おやつを食べています。はい。それからその次を見てみましょう。They are usually late.They は代名詞の主格、彼らは、彼女らはという意味ですね。Usually、これは大抵という頻度を表す副詞です、ね。彼らは大抵遅れますという意味ですね。はい、頻度を表す副詞は、これはいつも食べる、それから、いつも遅れているというところにかかるのですけれども、まずは場所の話をしたいと思います。これは、一般動詞ですね。一般動詞の前に置きます。B 動詞の時は B 動詞の後に置きます。そして副詞の話をもう一つしたいのですが、これは、動詞にかかる副詞ですね。はい、これを見てみましょうね。彼らは大抵遅れてますね。遅れます。遅れてというのはこれは形容詞です。副詞は動詞以外にも形容詞にもかかります。それからここに、例えばこの副詞の前に very を入れてしまいますね。とっても速く走ります。この very は first にかかります。他の副詞にかかるのも副詞です。副詞は動詞にかかったり、形容詞にかかったり、他の副詞にかかったり、3つにかかりますということです。はい、それから最後です。The cat is under the chair. その猫は、その椅子の under は、なの下に、ね。この単語の前に置くから前に置く言葉と書いて前置詞と言いますね。の下に is は B 動詞、この B 動詞はいますという意味ですね。はい、前置詞は他に with と一緒にとか on の上にとか、ね、in の中にとかそういう前置詞がありますね。はい、じゃあこちらを見てみましょう。She's beautiful. 彼女は美しい。これは形容詞です。形容詞というのは、これは代名詞、名詞ですね。名詞のことを詳しく説明するものです。She's a beautiful girl. 彼女は美しい少女です。はい、girl というのも名詞です。名詞に直接かかる形での形容詞。これは直接かかりませんが、この名詞のことを詳しく言っています。これは直接この名詞のことを詳しく言う形容詞ですね。はい。じゃあね、代名詞のこと、ちょっとね、ここに出てきた代名詞のことをもう一度表にしておさらいしたいと思います。代名詞の、主格と所有格まで勉強してますよ。主格というのは、私はとか、あなたはとか、誰それは、誰がという、その位置に来る使い方ですね。所有格は、私のとか、彼のとか、誰のものかというね、そういう時に使うものです。はい。形が変わります。
私は I、私の my、あなたはあなたたちは you、あなたはあなたのあなたたちの your、彼は he、彼の his、彼女は she、彼女の her、それは it、それの its、私たちは we、私たちの our、彼ら、彼女ら、それらは they、彼ら、彼女ら、それらのは their となります。